はい、シュプリンプラスです。じゃあ今日はプレネチェックやっていきたいと思います。今週は春の新作 T シャツコレクションが発売となりました。ボックスロゴ T 発売になりましたね。それからリルキムのフォト T、などが、注目のアイテムで、即完売となりました。その他にも、ストリートウォーキング T であるとか、それからトップショッター T も人気になりましたね。そしてレギュラーアイテムでも注目のアイテムありました。タートルスーツ、そしてスモールボックスのシャツ、これは非常に人気になりました。そしてファットティップのデニムクラッシャー、これもすごい人気になりましたね。ということで今日はプレネチェックやっていきたいと思います。果たしてプレネついてるアイテムあるんでしょうか。楽しみですね。はい、こちらはシュプリンプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということでプレネチェックやっていきたいと思います。いつも通りフリーマーサイト中心に、ラクマであるとか、メルカリ、そしてスニダン、この辺を中心に、プレミアム、ついているかチェックしていきたいと思います。T シャツコレクションは後にして、まずはレギュラーアイテム、レギュラーアイテムそんなに売れてるアイテムないので、まずはレギュラーアイテムから、そんなに売り切れになってるアイテムがないのでということですね。売れてるアイテムないじゃなくて、売り切れになってるアイテムがあんまりないということですので、フルジップフェイスマスクジャケット、これはね、あのレッドとホワイト、レッドがやっぱり人気でしたね。まあ、出てないと思いますけど、まあ、あのざっと見ていっちゃいたいと思います。フルジップフェイスマスクジャケット、これ29,800円か、ちょっとは出てるけどね、まあ、売り切れにはなってないですね。ということで、シュプリンプラスの方からリセール相場も見れるようになっておりますので、これクリックしていただければ見れると。ちょっとまた後ほど見ていきたいと思いますけど、タートルスーツ88,000円、これね、ブラックがやっぱり売り切れになりましたね。ブラック人気になっていたと。88,000円、まあただリセールでね結構出てるね。しかもね、88,000円で購入してすぐリセールに出すっていうのは結構リスキーな気がしますけどね。売れなかった時に88,000円ね、まあプラスで売れればいいですけど。スモールボックスシャツ、これはね、やっぱりデニムが一番人気でしたね。デニムが一番人気、それからラベンダーとか、ブラウン、この辺も注目のカラーでした。スモールボックスシャツ19,800円です。あ、なんかこの PR ってなんだ？どっか業者さんが出してるやつかな。スモールボックスシャツキムタクいつのこれ今期のやつじゃないでしょ。あ、前回のやつかな。今期のやつじゃないんだろうね、まだ昨日出たばっかりですからね。まあ前もって渡ってるってこともありますけど、まあでも白着てたんだ。へえ。でもデニムが人気でしたね。ブラウン高いですね。26,500円。それからデニムは21,500円という感じになっていると。キムタク着。へえ、知らなかった。スモールボックスのホワイト、キムタク着なんですね。いつのやつ？前回か。2回目ですもんね、まだね、出んのね。キムタク着。その情報を初めて知った。スニタンでもチェックしていきたいと思います。シュプリンプラスのウェブサイトの方から見れるようになってますんで、ブラックはねそこまですぐ売り切れにはなんなかったですね。あ、スモール、あ、じゃあホワイト売れてるね結構ね、やっぱりね。それからデニムは22,800円だって。デニム22,000円、ああ22,000円ぐらいだやっぱり。ブラウンは、ブラウンがまあ2万、でもまあ同じぐらいかな、25,000円とかね、そのぐらいで高値の場合は売れてるけど、XL だね、XL はちょっと。ラベンダーもまあでもまあ24,000円ぐらいまでの感じかな、多分ね。そんなような印象です。プレミアムがちょっとついてると。まあでも4,5千円、19,800円ですから4,5千円だね。おお、でもこれ
ホワイトがやっぱ一番ちょっと高い感じが、2万5千円とかありますね。ちょっとちっちゃくて見えない、見えにくいですけど。結構売れてんね、やっぱね。でもね。すごい。ホワイト、キムタク着ということで。知らなかったけど。これね、いつの、これいつのテレビ番組なんだろう。まあいいや。うん。はい。ということで。まあ木村さんよく来てますよね。ドラマとかでも。来てたりしますからね。あのドラマじゃないか、ドラマでは来てないか、ドラマの番宣とかで、でこの間出てる時に来てるの見ましたね。カーブ S のトラックジャケットみたいなの着てましたね。リルキム SS シャツ。あ、これ売り切れになってないから、売り切れになってないのはちょっとあの時間の都合で見ないと、ここまでは見ないで、シェニール6パネルも、まあブラウンはちょっと人気になりましたけど、ロゴはマルチから、ただ全部売り切れてるわけじゃないので、ファットティップのデニムクラッシャージャケット、これ見よう。ファットティップジャガードデニムクラッシャー、うん、さあ9350円。まあちょっとはついてんだね。1万1000円か、もう微妙だね。でも1万1000円だとブルーがやっぱり人気だと思うんですけど、1万500円とかっていうのもあるね。9350円なんで、これ送料入れたらまあ1万円近くになりますからね。シュプリームからの送料入れると、定価やっぱり1万円ぐらい。オンラインで買ったとしてね。ぐらいなんで。まあ、そんなにでもないですね。2000円ぐらいあるかないかっていう感じですかね。ちょっと、じゃあ、スニダンでも見てみようか。キムタク着じゃなかったですね、これは。なのですごいな、木村さんの影響力。スモールボックスのホワイト、デニム、ファットティップのブルー1万300円。あ、やっぱりそんなについてないですね。今現状1万円前後と、1万300円と、ブラックも1万300円、そして、オリーブも、あ、オリーブはちょっと高いね。でもまああんまり売れてないです、実績あんまりないですね。ちょっと高いけど数が少ないのかな、オリーブは。ロゴジッポー、ロゴジッポー、バットピン。まあ、この辺はリルキムスケートボード。まあ、この辺はまあ、いいんじゃないかな、ということで。まあ、そんなにプレミアムついてなかったですね。スモールボックスシャツが、やっぱりちょっと3、4000円。デニム、ラベンダー、それから、ホワイト。キムタク着ということで。すごいですね。2万5000円ぐらいになっていると。T シャツ、リルキムT。8250円。あのコラボなんでちょっと高めですね。レギュラー、普通のレギュラーティーよりも、まあそんなにプレミアムつくようなアイテムじゃないと思うんだけども、1万3000円黒で売れてる XL か、1万1000円ぐらいか、1万1000円ぐらい。やっぱブラックがやっぱ人気ですね。1万1000円だね。スニダンで見ると、あー9000円台だね。スニダンだと安いね。8800円。おー、ホワイトね。ブラックが9500円、閉鎖くればあんまり他の色はそんなに売れるよ、あの実績少ないですけど、ピンクはちょっと売れてます。これ女子が着んのかな、女性がピンク。そこがオリーブ。はい、ということで。まあ、1万円あるかないかってところですね。プレティファックドティ、これは売り切れになってないと見えません。ラルフ・ステッドマンのスカルティ。これ、なんか、ウッドランドが結構あの人気というか、売り切れになってると、いつもだったらウッドランドの T シャツはさすがにあんまり売れないんで、さすがにっていうとあれですけど、なかなか売れない傾向にあったんですけど、最近は。ただ、ウッドランドも売れてる。激レア!そうなの?昨日発売したばっかりで激レアってこともないと思うんだけど。まあでも数が少ないのかな?レアっていうのはもうね、そういう意味じゃないんじゃないかなって気がするけど、まあ実績ほとんどないですね。出てはいるけど数少ないんだね。
そういう意味で激レアってことかな。そんな少なかったんだこれ。全然実績も何もないですけど、まあ多少は出てますけどね、8点出てるけど、ラルステッドマンのボックスロボティ、これが楽しみですね。ボックスロボティ、なんといってもこれが多分一番の今回のまあメインアイテムと言っていいんじゃないかなと思います。ボックスロボティ、お、どうなん、新品&未開封、12,000円、お、ラルステッドマンのボックスロゴ、折り曲げ現金梱包、まあ折り曲げで梱包する方が難しいんじゃないのこれ、あのそんなに大きいもんじゃないから、まあいいや1万、新品、これをすごいな、新品&未開封の人、14,800円、ヘザーグレー、いやホワイトがやっぱり人気なんでしょうね。ブラック14,000円、14,000円、ホワイトがちょっと高いね、やっぱりね、15,000円ぐらいという感じです。売り切れのみで見ようか、どう言ってもいいんだっけ、売り切れのみでの見方が分かんない、折り曲げ現金梱包面白い、15,000円ぐらいはあるね、ホワイトはね。お、18,000円とかある。ホワイトやっぱり人気ですね。やっぱ白地に赤ボックスって、これがやっぱ定番の、スタイルというか、定番カラーなので、15,000円ぐらいでホワイトは取引されていると。他のカラーもまあ、だいたい15,000円前後ぐらいまでありますね。じゃあ次なんで相場を見たいと思います。ブラックはちょっと安く買えるのかな。ホワイト、ホワイトもまあでもまあ10,000、サイズによってですけど12,000〜13,000で買えてるような感じの実績ですね。これは13,000〜14,000、ヘザーグレー、パープル、あんまりこう実績が、あ、まあ、パープルとか安いですね。ということで、ライトオリーブはどんぐらい？パープルとかカラー系のカラー色はそんなに高くないですよ。モノトーンの方がちょっと高い感じの印象があると。やっぱホワイトなのかな？オリーブも14,000円ぐらいありましたけど、今。ホワイトは、まあ、14,000〜15,000円という感じですかね。パーソンティ。パーソンティもまあ、そんなに。動きが良かったわけじゃないので、まあ、チラッと見て終わりにしたい。このまあ、良くて9,000円ぐらいだ。そんなに売れるアイテムじゃなさそうです。ナチュラルばっかり出てる。まあ、ナチュラルカラーが人気になりそうだなっていうのは、まあ、確かにパッと見そうなんだろうけど、でもナチュラルばっかり。全然売れてないし。はい。スティルトーキングティー。これ結構人気になりましたね。シュプリンプラスの人気ランキングでも、5位ぐらいに入ってましたね。非常に人気高かった。ステルトーキングティ。ただ、リセールではなかなか難しいのかな。11,800円で。ホワイトは11,000円ぐらいで売れてると。ステルトーキングティ。リセールではちょっと難しいか。8,800円とかね。ホワイトはちょっと高めで9,000円から11,000円ぐらいまであるけど、という感じです。はい、ということで、エイリアンティも売り切れになってるね。今このマゼンダがちょっと早く売り切れになりましたね。はい、あ、1個しか出てない。これこそレア、激レアと言っていいんじゃないかなと思います。全然出てないもんね。エリアンティ。これこそ激レア。ラルフ・ステッドマンのスカルティよりもレアですね、こっちの方が。まあ、ただ、こうやってスニダン見ると出てるんだよね、結構ね。マゼンダ、1個しか出てない。マゼンダ激レア。
バーントオレンジも1個しか出てない。バーントオレンジも激レア。あ、ライムも1個しか出てない。エリアンティーですね、今回の勝者は。まあ、取引、プレミアムは全然ついてませんけど。あの、激レア度で言ったら。トップショットって、これも人気になったな。勝者エイリアンティーということで、トップショットティー、もうこれが最後です。お、これちょっとプレミアムっぽい感じにはなってるね、若干だけど。お、キムタク着、すごいね。何にでも引っかかるようになってんのかな。今回出たアイテムで検索するとトップショットティーは、まあ1万とかだもんね。僕はこのホワイトが個人的には結構おすすめだったんですけど、やっぱり高いね。1万1000円だってトップショットって、しかも売れてるし。これでも結構分かりやすいですもんね。シュプリームって結構オールドイングリッシュで大きめに書いてますから、そういった意味で良かったんでしょうね。トップショッタティ、まあそれなりにはちょっとプレミアムがついてると、1万ぐらいにはなってるということで、かっこいいですね。よかったですね。よかった、うん、よかったのかわかんないですけど、ボックスロゴティもそこまで高くはなかったですね。高くても1万5000円ぐらいというような感じでした。ということで今日はプレミアム、ね、チェックやってまいりました。ボックスロゴティも多分シュプリームの文字が入ってればもっと高くはなってたんでしょうけど、今回はあのラルフ・ステッドマン風ボックスロゴでしたので、ということで今日はプレネチェックやってまいりました。じゃあ今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。